女の私が。ねえ君、何を話してるの？だからさ、聞き取れないよ。もっと大きな声で、もっと大きな声で、出なけりゃ次の駅に止まったら、泣き出すまでのあのわずかな静けさに話そうか。今赤坂見つけを過ぎたばかり、新宿まではまだまだだね。そうは君とてもよかったの。今日の映画はとても、もっと地下鉄にそばにおいで、もっと地下鉄にそばにおいで、車輪の悲鳴が何もかも粉々に立ち切ってしまう。もう穏やかな静けさに戻れない。四谷を通り過ぎたばかりに、もううんざりするほど嫌だよ。だからさ、次の駅でさ、ここはどこの駅かな、ここはどこの駅かな。いいさ、次の駅に止まったら何かを始めるように、そこから歩いてみよう。次で降りるよ。君ももちろん降りるんだろうね。でも君はそのままいてもいいよ。ありがとうございます。赤坂見つけだから港区もあるか。港区だったっけ、赤坂見つけって。違う知ってる方どちらでしたっけ。では、はい、次は日本、何パパ、そうですね、はい、23区から離れまして、あ、じゃあ日本から離れまして、カントリーロードをお送りいたします。